めちゃくちゃだよ。こんにちは、あるいはこんばんは、イワンドー委員長です。昨年末ですね、12月の最後の週あたり、最後の週じゃないか、終わりあたりから、セルフ整体とか、安全にできるもの、あとこう誰かパートナーと一緒にやるような施術とかをいくつか公開して、結構見てもらえたんですよ。はい、すごい誠にありがたいことなんですけど、で、それはためになるならとかね、その症状が気になるならもちろん見ちゃうと思うんだけど、嫁にね、ちょっとね、マニアックすぎるって言われたんだけど、どうですかこれ。これすごい複雑なことを仮にやってたとしても、毎日の当たり前になると、もうもっとなんか猿でもできるじゃないけど、そのぐらいこう簡単なものに思っちゃうわけですよ、こっちは。なんで、実際にこうやってみた、ですごい効いたっていう声もコメントもらえたりとかして、すごい、あ、よかったと思うんだけど、どうなんですかね。僕がね、セルフは効果するのちょっと限度あって、今ね流行ってるらしいんだよ、そのセルフエステとかね、流行ってるらしいんだけど、あんまりちょっとね、ディスるのはあれだけど、よくよく言われる、結果的によく言われて耳に入ってくるのは効かないっていうのをすごい、あんま効かないとかこう言われちゃうんですよ。で、僕はユアンドっていう整体院やってるから、ユアンドの看板がねくっついたチャンネルでしょ。だから効かないものを後悔したくないわけですよ。でこうパートナーとやっても、素人さんがやっても効果が出るものっていうのだけしか紹介したくないから、それを出してるんだけど、どうなんですか、ちょっとマニアックすぎるんですかね。難しいんだよって思うんですかね。僕は最近、今度また動画撮ろうかなって思ってるのが、首のほぐし方、血の鳴らし方じゃなくて筋肉のほぐし方を、簡単なやつ、自分だから簡単なやつを公開しようと思ったんですよ。仰向けで、これもまたパートナーとやるやつですけど、仰向けで寝て、こういうふうにこう指を動かすんですよね。で、首をこうぐっと丸めながらこう伸ばしていくんだけど、あれ結構事故ないんで、で、なんか凝りすぎてる人とか、脱力が、受ける側に脱力がめっちゃ効いてる場合は、すっポキってなっちゃったりするぐらい、結構簡単なのにすごい効くのね。で、じゃあこの動きできるのかと
なんかこう頭を鍛えるんでテレビでこう指の運動とかがこう流行って、でその時にこうやってる人いたんだよ、こうやってさ、こうその時に覚えちゃったからさ、自分は別に何とも思わずこうできるんだけど、これってどうなんですかね、難しいと思いますか、こう順番にこう開いて閉じるとか、こうやってその動きができると結構簡単にできるの、公開 しようかな、どうくださいっていうのは結構聞くんで、だ本当はね、あの背中のほぐしも教えたいんだけど、それね、あの僕のオリジナルじゃないから、その僕のほぐしの師匠のオリジナルで、その起立筋剥がしっていうのがあるんですよ。でそのなんとか剥がしとかなんとかリリースとかっていう単語が流行る前からその人ずっと やってたから、でその人のオリジナルの施術なんだけど、起立筋をこう剥がすんですよね。元の位置からかはまあずらすんだけど、それはちょっとめちゃくちゃ効くんですよ。だから寝違えたりするとそこをほぐすんですよ。骨をもうすぐねバンバン鳴らしてるように、ね、思われちゃってるかもしれないけど、あの筋肉が突っ張ってる状態の時に骨って狙えないんで、あの筋肉から狙ってくるんです、ちゃんと。それは当たり前なんだからね、本当。いきなりボキボキやったらもうちょっとこれだから、それで、それをはちょっと教えられないから、寝違いとかっていうのは基本背中から来るんで、そのちょっと首を軽くほぐすのだけは教えられるかなと思ったんですけど、教えてほしい方はぜひコメントに書いていただければ、動画ペペッと撮ってピッてやります。はい、あと、まあ、ちょっとまだこれ前後どうなるかわかんないですけど、まあ、あくまでね、参考までに新しい僕トリガーアジャストっていう首のアジャストのフォームを考えたんですよ。考えたんですか、もう今それやってるんだけど、それを、まあ、撮ろうとは思ってるんですけど、いい音出るんで、はい、いい音出るっていうか、まあ、つまり効果絶大になったんですよ。今まで俺結構うめえなって正直こう自分の中で思う部分あったんだけど、その新しいのをちょっとこう作ってから、今までなんて未熟だったんだって落ち込んだぐらいですけど、あのそういうのもまあ公開していくつもりなんですけど、それはね、真似しちゃダメなやつシリーズね。でその首をちょっといじれるなっていう人が、あこういうことやってるともっとこうなんだっていうのをね、あこうだとこうだとこうなんだみたいなヒントになればいいなっていう、そういうことでそういうのを公開して、ついでにボキボキ大好きな人が音聞いてしびれてくれればいいなっていう、そういうあれなんで、まあその首のほぐしをねちょっとこう教えたいんで、ちょっとまあ習いたい、動画にしてくれっていう人はちょっとコメント書いててください。はい、あとこの練習しておいてください。こうだね、こうカモンカモンな感じです。順番にこう動くように、指を滑らかに動くように練習しておいてください、ということです。なんかいろいろ本当だね。そう、あのなんかあったでしょ、肩甲骨剥がし知りたいみたいな、あれでこう肩入れ、あれね、もう前のね、悪魔委員長が自分のオリジナルみたいなつらしていって、前のどこかの生態でパクってきたやつなんだけど、あれめっちゃハマればすげえ効くんですよね。あれも、もう全然教えちゃってもいいかなと思うんだけど、あれ難しいんだよね。まぁ、ちょっと参考までにどこやりますっていうのを見せようかなと思ってますけどね。ということで、いろいろちょっと秘密の技も公開しつつ、2020年は。そう、あとまあまあちょっと明確に決まってないけど、またちょっとちょっと大きなチャンネルに出演するかもしれないです。はい、あの前回11月にやろうかなって思ってたのがちょっと流れて、こっちそっちでまたやるかもしれないんで、またちょっといろいろチャンネルとしてもいろいろ動きが出ると思うんですよ。はい、まあ原ちゃんとかもそうだけど、いろいろちょっと出ると思うんで、はい、他にもちょっと他のチャンネルにちょっと絡んでることとかもいろいろあるんで、まあそれですね、もろもろ。そう、あとその新人女性 YouTuber のダイエット企画とか、はい、そういうのもちょっとやると思います。やると思いますか、やります。はい、やるんでちょっとこう置きたいですね、この2020年。はい、うちやっぱ一応メインは、チャンネルのメインは釣りなんだけど、ちょっと整体、美容整体師なんだぜっていうのを見せようと思ってますんで、はい、
そう、なんか下半身のね太い方向をこうやって絞っていくっていう、1ヶ月2ヶ月ちょっと長期的なプランになると思うんですけど、ここでやって向こうのチャンネルで成果報告するとかっていう風に多分なると思うんだけど、ちょっとそれね楽しみにしてていただければと。はい、いろいろやりますよ僕は。そうですね、やっぱ不可能の1000人達成不可能だなって去年の段階でめちゃくちゃ思ってたんで、はい、6月ですかね、はい、ニックチョモランマに出演して、あの時点で172人ですから、172人の登録者のチャンネルが当時の4万登録のチャンネル出ちゃダメだろうと、普通はね、はい、まあ、温かい皆様がですねこうご支持いただいてチャンネルもたくさん登録してる、本当になんと感謝を述べていいのやらと、はい、そういう気持ちですよ本当に。そんな気持ちエブリデイだよということでね、まあ、今年ももっといろんな面白いことやって、まああれですよ、注目される生態になると思いますよ、はい、だからまたね指名の運とか、はい、言わんどってどんなとこ第4弾取らなきゃいけないな、これ取ろうということで、いろいろまた変わってくるし、ちょっとマジで楽しみにしてください。あとそのボキボキ動画もあのマイク、これ今新しいの撮ってるんでどうなるかちょっとぜひお楽しみにしててください。やるから今年は新しいいいマイクでいい音撮るからね、はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ